We are Uri。 はい、こんにちは、竹下敦です。今日はね、ちょっと、ラジオコントロールカー、RC のことについてお話ししてみたいと思うんですが、最近よく耳にするのがね、初心者に優しくとか、初心者にラジコンは分かりにくすぎるというのをね、よく耳にするんです。で、まず初心者っていうのは失礼、どういう人なのかというと、初心者というと要するにラジコンを始めているんだけれども、まだ中級者までのスキルがない人、これをもって初心者と言いますよね。それは優しくアドバイスするなり、困ったことがあったら相談に乗るなりするべきだと思います。なぜならその人はすでに商品を購入して、サーキットなりね、ショップなりに出入りしているわけですから、店員の方に聞くなり、お友達に聞くなり、インターネット上にね、たくさんの情報ありますんで、それを読んで、理解するなりしていただければいいと思います。で、問題となるのは、圧倒的にラジオコントロールカー競技人口は少ないです。どれぐらい少ないかというと、けん玉より少ないです。こういうね、けん玉。じゃあ、けん玉に説明が必要かっていうと、必要ではないじゃないですか。まあこうね、けん玉があって、玉が紐にぶら下がってて、まあどうやって遊んだっていいわけですよ。ただまあね、刺さる部分とかあるんで、そういったところの安全性に関してはメーカーさんでもきちんと書いてます。で、私こういうことをね、疑問に思ったときは必ずメーカーさんに問い合わせたり、その協会に問い合わせたり、メーカーの広報の方に問い合わせたりするんですが、ラジオコントロールカーというものは意外とね、今の子供興味持ってるんですよ。私ね、結構子供とね、仲良くなることが多いんですよ。私こうギター弾いたり音楽やったりしてるでしょ。と、子供っていうのは面白ければそれでもう OK なので、大人がね、眉をしかめるようなことでも子供は楽しいから、わーってこう、わー楽しいってなるわけです。なんでこう一緒に歌を歌ったりとかね、そういうことするんですけど、そうすると、まあラジコンカー見せたりすると、これすっげーじゃんってなるわけですよ。で、彼らにとってはこういうスマートフォンとかね、こういうものはもう当たり前なんですよ。あって当たり前で、この中の、このちっちゃい画面の中のね、仮想空間でいろいろなことを、ゲームをやったり、人と関わりを持ったり、そういうのが当たり前な世代なんです。でね、そういう彼らにとって実際のものとして存在する、まあ、これぐらいの大きさのラジオコントロールカーが走るっていうことがすごく楽しいんです。びっくりしちゃうぐらい、それね、私たちの想像がつかないぐらい、想像がつかないって言うと語弊があるかな。私が初めてラジオコントロールカー見たのは神奈川県にある市村模型だったんですけど、父とね、一緒に車で移動中に金網越しにね、走ってるラジオコントロールカーを見て、ちょっとお父さんこれ見たいから車止めてよって言って、市村さんのところの駐車場に入りまして、降りて最初に見たのはね、当時AYK、
青柳金属工業、AYK ワークスの宮本茂さんという方がいらっしゃいまして、その方が走らせているのを見ました。あまりに美しい。市村サーキットをご存知の方はね、覚えてらっしゃると思いますけど、最終コーナーからストレートに出てくるところがね、ちょっとこう斜めになった、反時計回りなんで、ずっと右に荷重をかけながらずっとこう一つの円を描いてくるんですけど、子供ながらにね、子供の方がそういうこと敏感かもしれないですけど、この人のそのこういう重量をね、どちら側に向けてると次の動作がしやすいかっていう、その頭の中でイメージしているものがすごく繊細で美しいなと思ったんです。でそこからもうすぐにどっぷりとラジオコントロールがハマりまして、まあこの年になるまでねラジオコントロールが楽しんでるんですけど、今ね、TN レーシングのババンゴさん、あと、レディオガガの高橋さん、他にもねいらっしゃると思いますけど、すごく楽しいコンテンツをね YouTube 上に提供されてると思います。もう本当にね、YouTube で検索かければすぐに出てくるわけですよ。でレディオガガさんの高橋さんはね、こう金髪で毎回必ず面白いことをやるじゃないですか。オープニングで面白、とっかかりが面白ければ、あれこんな金髪のおじさんがね何やるんだろうっていうと、まあいろいろ水を飲むのが最初なのかな。あと面白い話をして、そこからだんだんとラジコンの話に持っていくんですけど、やってる方としてはね、私も金髪にしたりね、いろいろ化粧してみたりとかやってみたことあったんですけど、とにかくねお金がかかるんですよ。そんな男性が化粧することがないんで、そもそもの自分のね月々の使えるお金の中に化粧品代っていうのが今まで含まれていなかったのに、頑張ってメイクしてみたりね、頭金髪にしてみたりしてみたんですけど、この距離で見るとあんまり差にならないんですよね。でしっかりレディオガガの高橋さんはね、近い距離で金髪であるっていうのが分かるように撮影されてますし、話もね私よりよっぽどラジオコントロールカーが知らない方がご覧になっても楽しめる内容になってるんで、あれを見て興味を持てない人にこれ以上何ができるかなと、そう思ってしまうんですよ。私はねウーリーという、メーカーをやっている人間ですが、その人間がね何をやってるんだと叱られるかもしれませんが、あくまで私がやっているウーリーというブランドは競技用の車両の、設計開発製造ですので、初心者の方に対しての窓口にはなれないんです。それなぜならば初心者の気持ちがわからないからです。最初から市村模型でしたし、その後、プロのドライバーになりまして、プロのドライバーっていうのはサポート選手、サポートをされている選手とプロのドライバーっていうのは全く違うものなんです。サポートドライバーというのは車のサポートを、活動をサポートしてくれるメーカーが、そのことをサポートドライバーって言うんですけど、私がやっていたプロドライバーとか社員ドライバーっていうのは
ご飯を食べさせてくれるわけです。生活、だから生活のために走らせてるわけです。楽しいかというと楽しくありません。例えばね、レースの時に速ければいいとか順位が上だったらいいとか、そういう問題じゃないんですよ。皆さんもね、あの会社で上司に何々をいついつまでにしなさいと言われたら、そのようにしないと仕事は回ってこないですよね。当然ね、ラジオコントロールカーのプロドライバーっていうのは2位になりなさい、もしくは3位になりなさい、レースだったらそういう指示が出るわけです。あのその時のね、あのチャンピオンが取れる優勝候補の選手がいたら、その人間を全日本チャンピオンにするために私はお金をもらって仕事をしてご飯を食べさせていただいて全日本選手権に出場するわけです。そうするとね、早ければいいとかね、勝てばいいとか、そういう問題じゃないんですよ。いかにその人間がレースをし、エースの人間がね、レースをしやすいようにレース展開を作るかというのが仕事になってくるんです。ですからね、はっきり言って初心者の方の気持ちっていうのは分かりません。なのでそういう部分はね、何度もちょっと話に出てきてご迷惑かもしれないですけど、TN レーシングのね、飯塚さんや、レディオガガの高橋さんとか、ああいう方の動画を見るとね、あ、初心者に対して物事を説明するのにこういう物事の言い方をすればいいのかとかね、とても勉強になりますし、ああこれをね、俺がやっても無理だなと思ったんですよ。だからね、ある程度のところで諦めるではないですけど、無理なものは無理だっていうふうに考えていって、一定数の興味を持ってくれたお客様、まだ買ってないんだったらお客様じゃないかな、お客様予備軍に対していかにアプローチしていくかっていうことが大切なのであって、高橋さんがやってるコンテンツを見て興味が持てない、あそこまで丁寧に説明して車が組み立てられない、例えば私ドライバーが回せないんですけどっていう人にラジコンをやってもらっても、これ長続きするかなって思った時にしないだろうと思ったんですよ。じゃあね、それでも底辺拡大、初心者に増えてほしいというのであれば、ドライバーの使い方から教えなければいけないわけです。で、ね、私たちはドライバーって使えて当たり前だと思ってるじゃないですか。もうすぐ手の届くところにこれドライバーだのヤスリだのこれいつもあるわけですよ。もうすぐここに工具箱があって、全部のものは手が届くところにあるわけですよ。こうニッパーとかね。でも一般の職業の方で自分が生活してる今なりにね、そういうものが揃ってる家庭っていうのはあるのかなって考えた時に、あ、ドライバーが回せない人ね、ドライバーが回せない人っていうのは存在するんだろうなと想像したんですよ。だって普段の生活の中でドライバーを回す機会ってないじゃないですか。じゃあそこでね、ドライバーの回し方まで、きちっと正しいドライバーの回し方ね、押し付けて、基本押し付ける、そしてゆっくり回す、それって昔
僕らは父親とかに習ったわけですよ。あとはまあ学校のね、あの工作の時間とかにそういうことを習ったりしたんですけど、今ね、じゃあそういうことを学校で教えたからってドライバーが必要かっていうと、ドライバー必要じゃないんですよね。でもね、できないよりできた方がかっこいいでしょ。ね、女の子にもモテますよ。あの、このギターとかありますけど、ギター弾けるのとドライバー回せるのとどっちがかっこいいかなって考えたら、ドライバー回せる方がかっこいいかもしれないですよね。女の子のね、ドライヤーが壊れちゃった時にドライバーでくるくるって回して、中の配線が切れてたらハンダゴテで直しちゃって、本来はメーカーに出さなきゃいけないんでしょうけど、まあちょっとしたことだったら直しちゃうじゃないですか。そういうことができるね、男子、男の子っていうのを、それがかっこいいんだよっていうのをね、見せてくれてると思うんですよ。初心者向けにね、コンテンツを配信してくれてる方々は。ですのでね、あまり初心者に優しくしてくださいとメーカー側に言われても、それはね、それぞれの役割というのがありますから、私のところではウーリーではね、どんなに複雑な難解な質問来ますよ。でも必ず答えるようにしてます。で、海外からの問い合わせも多いんで、一生懸命ね、辞書見たり翻訳したりして必ず答えるようにしてます。そうすることでね、興味を持ってくれて、あ、ラジコンってこんな風にできてるんだとか、あ、こういう風に設計されてるんだとか、そういう風にだんだん順を追ってたくさんね、やってくれる人が増えればいいなと思ってます。それぞれの役割っていうものがあると思うんで、私は初心者向けのコンテンツというのは作れないですが、中級者以上ね、上級者、本気でプロのドライバーとして生活していきたいとか、レースに出て優勝したいとか、そういう相談でしたらいくらでも親身になってお相談に乗ります。優勝したことがない人に優勝、どうやったら優勝できるかっていうのは説明ができないですから、ただ速く走れば優勝できるっていうもんではないんですよ。レースっていうのはね、優勝の仕方っていうのがあるわけで、TQ の取り方とかね、どういう訓練をすればいいのか、どういう精神状態に自分を持っていけばいいのか、それはね、日々の生活から大変な努力をしないと、そんな車のね、メンテナンスして、タイヤ選んで、アームの高さ考えて、ジオメトリー考えて、それは優勝できることかっていうと、そういう問題じゃないんです。車なんて壊れてても優勝する人は優勝するんですよ。競技がしたいのか、車についてのいろいろな知識を得るためにラジコンをしたいのか、そういう目標意識がね、はっきりした人じゃないとラジコンという趣味はね、続かないと思います。そういう中でね、販売店さんに行って予算を伝えて、これだけのお金があるんだけど、これでラジコン始めたいんだからって言ったら、門前払いするようなショップさんはね、今やないですよ。それは親切丁寧に教えてくれますよ。そういったショップさんをね、紹介してあげるとか、 YouTube 上で、飯塚さんとかの TN レーシングを紹介するとか、レディオガガさん、高橋さんのところのコンテンツを紹介するとか、
まあ、見たら面白いですからね。その中で、あ、なるほどね、こういう楽しみ方があるんだとか、あ、ここのネジってこういう風に回すんだとかね、あ、プロポ、あの、トランスミッターね、で、こうやって調整するんだ。ラジコンってのは素晴らしい趣味だと思いますから。ラジコンという趣味のね、楽しさ、まあ、競技としてのね、緊張感、そういったものはね、本当に変えがたいものですからね。しかも、実車に比べたらはるかに安い予算でそれができるわけですから、ぜひね、周りのお友達や、意外と近所の子供なんかにね、ちょっとこう見せてみたりして、お父さんも巻き込んで、ぜひね、みんなで楽しく、で、友達多い方がいいじゃないですか。ラジオコントロールカーはね、またちょっとこのとこ違う一歩になってるんじゃないかなと思います。競技人口が増えればね、当然いろんな雑誌もまた増えてくるでしょうし、みんなで楽しんで、ラジオコントロールカーをね、エンジョイしていければと思います。ね、ちょっと特定の職さんのコンテンツの紹介になってしまったんで不快に思われた方いらっしゃるかもしれませんが、本当に今ショップさん皆さん頑張ってらっしゃると思うんで、本当にありがとうございます。私たちもね、 RC の発展のために尽力してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。竹下敦でした。失礼いたします。